和の精神を世界へ、奉納祭事を始めさせていただきます。儀式にあたり、法隆寺の古谷松鶴ご住職より法楽を賜りました。誠にありがとうございました。私は司会進行役の臼井哲也と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの度の主催は和プロジェクト大使でございます。和プロジェクト大使の和は平和の和、大使は聖徳太子の大使でございます。本プロジェクトは日本の平和思想、和の精神を国内外へ発信する平和活動を行っている任意団体です。そしてこの度はその一環として十七条憲法が制定されたとされる4月3日に宗派を超えて
全国の寺院で和をもって祟年となす奉納祈号を同日開催する運びとなりました。それでは、はじめにプロジェクトの代表であります宮本達彦よりご挨拶をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。和プロジェクト大使の宮本と申します。本日は皆様ご参集いただき誠にありがとうございます。本日4月3日旧資料憲法が制定されたというふうに、今年は第5回として全国38カ所で奉納祈号を開始いたします。そしてこの度こちら法隆寺様で開催できますことを大変嬉しく心より感謝申し上げます。人類はこの100年の間に猛烈な勢いで科学文明を発展させてきました。そして自然を克服しコントロールし神の領域まで踏み込みつつあるように見えます。しかしそのおごりと経済優先拝金主義の浅はかさから地球温暖化と環境破壊の問題を起こしてしまいました。科学者たちはこれらの問題を解決するためさらに研究した結果、自然界の何もかも全てがつながっていることに気づきました。大自然の本質は循環と調和と寛容です。この究極の摂理は有形無形にかかわらず自然界の全てがつながっていることから生まれています。そして日本人はそれを和という一言で言い表しました。100年前までなら他国を破滅に追いやっても勝者は利益だけを得て害を被ることはありませんでした。しかし文明社会がこれほど隅々にまでネットワークが張り巡らされ、自然界のように互いに深くつながりを持つようになると、他国を蹂躙すればその害はダイレクトに自国に跳ね返り身の破滅を招きます。つまり人類も国際社会も深くつながればつながるほど循環と調和と寛容という和の精神を念頭に置かなければ生きていかれない時代に入ったということです。今世界中がウクライナに同情しています。しかしここで気をつけなければいけないことがあります。何の罪もない大多数のロシア人がその反動で差別を受け迫害されることです。その連鎖は悪循環しか生みません。寛容とは許しの精神です。私たち日本人はこの精神に誇りを持ち和の民としてこれを世界に示し実践しなければなりません。本日世界平和と人々の心の平安を皆様と共にお祈りいただけますこと心より感謝申し上げます。令和4年4月3日和プロジェクト大使代表宮本達彦。宮本代表ありがとうございました。それでは奉納祈号をいたします脇田隆法様をご紹介させていただきます。2018年開催の書道バトルカラス2018ジャパンカリグラフィーバトルで優勝された脇田隆法様はテレビ映画界では数多くの俳優のボイスシーンの代役を務めていらっしゃいます。また天王寺区役所主催
真田幸村博オープニングセレモニー、大阪港開港150周年記念事業アジア国際港湾会議交流会にて書道パフォーマンスを行い、近年は児童デイサービスや発達支援センター、就労支援施設等々でもご指導されておられます。このプロジェクトに対しては、奈良の橿原神宮、神戸の関西ユダヤ教団、そして稲積神社においても奉納2号をされました。それではただいまより脇田隆法様の奉納2号を開始いたします。この度の開催趣旨であります世界平和と新型コロナウイルスの収束、人々の心の平安を共にお祈りください。
では脇田様より先ほど書き上げられました書についてお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。皆様、本日を、ご覧いただきましてありがとうございます。まあ、あいにくのこの天気となりましてですね、非常に書きづらかったところがあると思うんですけれども、世界平和を祈るということでですね、本当にもうこういう世界がこういうことになってしまったということがすごく心を痛めているんですけど、その中にあってもやはり我の心を忘れずに、まずは日本から祈りを込めて、書かせていただきました。で、祈りというのは科学的にも効果があるというのが最近発表されておりまして、もう本当に今今日ですね、38カ所で東洋に奉納記号してるんですけれども、これが素晴らしい祈りのパワーとなって、戦争がやみ、世界が一つになれて、祈って書かせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に古谷松鶴ご住職よりお言葉を賜りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。本日は雨の中、非常に立派な書をお書きいただいたんですが、非常に雨ということで残念に思っております。聖徳太子様がおられました時代というのは士族が争いを行っておりまして、士族同士の争いが絶えない時代であったわけでございますが、そういう中で聖徳太子様はなんとか平和な世の中にしたいというようなことでございまして、そういうために仏教というものをこう取り入れられたわけでございます。そして、儒教と仏教の大事な部分を元に、憲法17条というものをこう作りになったわけでございまして、この憲法17条の第1条、一番重要な部分がここに書かれました「岩一和をもって二つ人なす」というそういう言葉でございます。和という意味にはいろんな意味があるわけでございますが、平和もそうですし、調和もございますし、恩和もありますし、和睦というそういういろんな言葉が和には含まれております。非常に、この和というのは大事な言葉であって、みんな仲良くするためのそういう言葉でございます。世界平和を祈って、今回、お書きいただきましたこの和でございますが、ぜひ皆様方も和というものをそう大事にしていただいて、これからお暮らしいただければというふうに思っております。簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。古谷松鶴ご住職、誠にありがとうございました。以上をもちまして第5回 4.3 大使日本の誇り和の精神を世界へ奉納祭事を終了させていただきます。本日は誠にありがとうございました。そして古谷松鶴ご住職、御
お寺の皆様、お手伝いいただきました皆様には心より感謝申し上げます。どうもありがとうございました。もう一枚、ラスト一枚、はい、OK です。